皆さんどうもこんにちは、夢だめじです。今回の動画は嘘か本当か、このクワカブ業界を震撼させる特別な検証を夢だめじこれからやっていきますので、そちらのご報告プラスその検証をするために最も重要な生態お送りいただきましたので、皆様に公開したいなというふうに思います。この生態 YouTube 上ではおそらく見れないんじゃないかなと思います。私は過去の動画見てきましたが、なかなかこのレベルの生態公開されてる人いないと思います。今回やる検証、それはみんなが最も悩んだ素人からプロの方までどうしたらいいのか未だにはっきり分からなかったこと、これを今回お話ししたいと思います。私もこの実験検証めちゃくちゃワクワクしてます。今回お送りいただいた方から大切なのは血だよと言われましたので、そちらも含めてねお話ししていきたいと思います。もうワク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 します。それではまず生態の方から見ていきましょう。はい、それではまず検証のために送っていただいた生態見ていきます。それがこちら。まだ私自身も外からしか見てません。実際に蓋を開けるのはこれが初めて。まず今回送っていただいた送り主様はこちら。あれ待って、これ俺映ってる感じ、もしかして角度的に、うん、あ、いいねいいね。じゃあこのまま進行していくよ、うん、キングオブドルクスホペイブラックビースト様より検証ということで送っていただきました。でこれさ、うん、レーザー打ちになってるの。うん、わかるよ、鏡みたいになってるから。わかる、うん、俺どういう風に映ってるか全然わかんないんだけど今回。本当すごいよ、うん、やばいなんか鏡の向こう側で話してる人って感じするそんな感じなんだ、うん、で検証ってことで今回は名前入りじゃないんだけど、うん、実際にブラックビーストさんから買った場合ね、うん、購入した場合はここの下の部分に自分のネーム入れてくれるみたい。すごいかっこいいね。超かっこいい。だからこれはもう唯一無二自分のものになるってことだよね、うん、あーやばすぎ。ということで生態の方も見ていきたいと思います。いやしかしほんとすげえなこれな。特別感あるね。ああ超特別感あるね、うん、ああじゃあ早速生態出していくんですけども、今回もお立ち台準備いたしました。いきますよ、オープン。よいしょ、うわーすごっ、すごすぎ。これ見てこの顎もすごいんだけどさ、体つきもやばいね。これはちょっと綺麗にするわ、うん、はい、こちらホペイオオクワガタになるんですけれども、この顎の張り出し、うん、そして体型、うん、すっげえ整ってるよね、うん、お尻が極端に小さいでしょ、うん、そして顎がバーンとこう張り出してる、逆三角形になってるよね。めっちゃスタイル良くて顎もすごい、うん、で体長さっき俺測ったの、うん、71.5mm ほどなんだけども、うん、この顎の部分が 6.7 から 6.8 あるの。超化け物クラスだよこれは。俺からしたらね大きいな。めちゃくちゃかっこいい。だって、うん、ノーマルのやつと比べてみる、うん、全然違うから、うん、はい、こちら普通の北峰さんのホッペイオオクワガタ、こちら側がビーストさんより送っていただいたホッペイオオクワガタ、全然違うでしょ。大きさ的にはこっちの方が大きいの、うん、だけどパッと見のインパクト、あからさまにこっちのビーストさんの個体に目がいくぐらい整ってるし、顎の張り出しもやばい、うん、大きいね、パッと見ると全然違うよね、うん、こっちとこっち比べ物にならないでしょ。うん、すごいゴツゴツしてめっちゃゴツいなこれを送ってもらったことによって夢旅人何をするのか、これをお話ししていきたいと思います。
はい、それでは今回お送りいただいたこのホペイを使って夢旅路何をするのとようやくお話しする時間がやってまいりました。夢旅路、皆さんいつも禁止瓶詰めるときに何を添加されていますか？例えばトレハロース、炭酸カルシウム、セルロース、キト酸、高タンパク質添加剤、グルタミン酸、さらにふすま。ふすま？うん。ふすまってあの障子の？いや違う、それは閉める方だわ。あ、違う違う違う。で、このような添加剤、うん、ボリボリ禁止に詰め込んで、うん、極太とか出されている方多く見られます。しかし今回の検証は、うん、このような添加剤一切いりません。普通の禁止瓶でこのようなホペイオオクワガタが誕生するとブラックさんに教えていただいております。添加剤なんていらないよ、ノーマルの禁止で魅力のある生態誕生するよということを教えていただきました。なので一応ね、俺から見るとこれ極太のホペイに見えるの、うん、さっき見たのと比べたらやっぱり顎がすごい太いじゃない、うん、来年産卵セットを組んで、うん、生まれた幼虫すべて夢旅路飼育します。そして禁止瓶の交換とかもライブで3ヶ月前に交換して配信しながら、羽化まで持っていった時にノーマルの禁止でこのお送りいただいた生態のような個体が何頭出てくるのかというのを今回夢旅路検証していきたいと思います。やっぱりみんなね、どの添加剤使っていこうと、うん、でいろんなものをミックスして検証してるわけよ、うん、ただそういった添加剤は一切必要ないと、これは業界がひっくり返るんじゃないかなと俺は思ってる。やっぱりいろんなさ添加剤を混ぜて極太にするとか、うん、いろんなことが今言われてるのよ、うん、まあ、素人の方もプロの方もやっぱ添加剤添加剤添加剤って言ってる人がいるの、うん、なんだけどそれはもう必要ないですよとはっきり言われたので、俺もなんかいろんな添加剤足してさ、うん、どうなのかなどうなのかなって思っていろいろやってきたのよ、うん、なんだけど一言で言われたね、必要ありませんと。じゃあ添加剤は意味がないってこと？ほとんど意味がない、うん、あくまでこの血筋、もともと持っている遺伝子が大切なんですよと。添加剤にお金を費やすのではなく、うん、優秀な生態を買われた方が間違いなくブリードは楽しくなりますよというのを言われたの。じゃあ遺伝で大きくなるってこと？そういうこと、結局は遺伝子だよ、うん、ってことを教えられて、いや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 と、それは違うんじゃないですかと、うん、やっぱり添加剤を入れてこう顎とかこう太くなってったりするんじゃないんですかっていうふうに俺はプロテインみたいなね、そう疑ってたのよ、うん、でめちゃくちゃ話してたの、うん、そしたらじゃあ夢旅さんやってみてくださいよと、うん、YouTube で公開してくださいと、うん、そしたら答えが出るじゃないですかと、うん、言われたから、ああそうですよねと、ぜひやらせてくださいという流れになってったわけよ。うん、いや本当にね、疑わしい正直。添加剤なしで、うん、こんなすごいやつ出てくるわけないじゃんと思ってるの俺、うん、うん。じゃあ今までさ、みんなが添加剤がうんぬんかんぬんって悩んでさ、ツイートとかさ YouTube してたのはさ、うん、何だったのってなっちゃうじゃん、うん、それはもう根底から覆すってことだからね、いらねえよってこと、だからもう入れなくていいよってこと。このブラックビーストさんっていう方は、うん、いつぐらいから気づいたんだろうね。いやそこまでね、こと細かくは聞いてないんだけれど、うん、普通のただの平竹っていう菌糸とか、うん、市販で売られてるやつで全然出ますよ。だからなんか菌糸ブロック買うじゃん、うん、そこに、まあ、崩して新しく添加剤とか足さなくても、うん、そのまま地爪で幼虫投入すればこんな立派なやつが出ますよって言われたの。じゃあ剤に何か仕組んでるとかそういうのじゃなくて、もうそういうこと一切しなくていいですって言われた。余計なことしないでくださいと、普通にブリードを楽しんでくださいってことだったの。今まで通り、うん、添加剤を加えないで育ててくださいってこと、うん、そういうこと。だから今まで添加剤うんぬんかんぬん言ってた人が全部、うん、もしもね、うん、このような立派な生態が出てきたとするじゃん、うん、そしたらもう添加剤は買わないっていう風になっちゃうよね。じゃあ今まで添加剤は何をしてたの？
あくまで添加剤っていうのは菌糸の菌を回りやすくするために入ってるっていうことなんだって、うん、あ、そうなんだ、うん、それをしたからって極太になるとか長くなるとかそういうことはあまり考えられないらしい、うん、検証としてまだ出てないらしいから、うん、俺がこの検証をやって、うん、普通の菌糸で極太が出てくるってなったら、あ、じゃあ禁止瓶に添加剤いらないじゃんっていう話になるんだよ。まあ2年とは言わずね、1年半くらいで多分完結すると思うので待っていただければなと思います。ここから新しい世界が見える可能性を秘めていますので楽しみにしていただければなというふうに思います。それでは最後はこちらの生態を見ながらお別れいたしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。We should go our separate ways, but now you're back, begging for a place to stay. Oh, it's not right, I wanna kiss you.